どうもこんにちは、こんばんは。本日もパフトレーやっていきます。今回はですね、こちら X-Men コロシアムの方をやっていきたいなと思います。前回はね、アベンジャーズコロシアムの方をやってね、クリアの報酬としてね、コミックカバーもらえるっていうのをやったんですけど、まあ、今回はね、X-Men コロシアムですね、こちらも同様ですね、こちらクリアしてこちらのね、コミックカバーがもらえるっていう、これ今回初の、コミックカバーです。で、プラス、対象キャラクターをリーダーに編成して条件付きクリア報酬をゲット。で、今回はですね、対象キャラクターとしてデッドプール&ウルヴァリン、こちらの普通のガチャから出る方の、キャラと、あとレベル5で初心者向けのあれをクリアする場合に、もらえるデッドプール&ウルヴァリン報酬ね、こちらの、両方をね、クリアすると同じコミックカバーがもらえる、まあ、こういうカバーももらえるので、まあ、今回はね、それをね、取っていきたいなと思います。さあ早速ですね、こちらね、 X-Men コロシアムミュータント壊滅区の編成になるんですけども、今回リーダーにデッドプール&ウルヴァリン、これね、リーダーにしてないと、まあ、対象になりません。で、今回ね、こちらロケット&ベビーグルート、こちらのキャラを使ってですね、このスキル、サブの時にリーダーと入れ替わるをやりたいなと思って、今回はわざわざちょっと、もう全部同じキャラ、マーベルコラボだけの、キャラで編成した、編成は今回はなしとさせていただきます。じゃないと、この、ロケット&ベビーグループ使えないから、まあ、今回これ使ってみたいなと思って、この、ノルディス編成でね、やっていきたいなと思います。さあ、まずはね、クリアさせていただきましょう。さあ。X-Men ね。さあ、ここでね、やっていきましょうかね。もう、基本的にもうノルディス編成はね、もう決まったことをやるだけなんで、簡単です。で、ロケット&グループでリーダーチェンジして、で、こいつ撃ちます。そしたらノルディスがね、溜まりますので、これでね、やっていくだけです。さあ、サクサクよ、やっていきましょうか。で、めちゃめちゃ強いんでね、グルート、まあ、グルートというわ。グルートの方ね、火力もしっかりと出てくれるから、ちゃんとね、ノルディスを使ってあげることでね、めちゃめちゃ、強いです。で、ウルヴァリンもね、デッドプール&ウルヴァリンもね、ちゃんと役目を果たしてくれる。さて、ここでは、無効貫通が続いてくれます。さあ、これも行きましょう。問題なく、しかももうね、マーベルコラボね、もうあと少しでね、終わってしまいますが、皆さんね、まだ、周回したりして、交換とかやってますか？私もね、頑張って今ね、こうやってコロシアムも、クリアして、コミックカバーとか、その辺をね、取っていきたいなっていうね、ところはありますが、何が止まったんだ？もうよくわかんないんだけど、まあ、それはいいとして、サイクロプスね、こいつ。こいつね、マジ強い。目からビームでして。ダラパスイン。で、さあ、もうマジサクサクいってる。めっちゃ強い。もうあんまりね、話すことはないんだけど、まあなんだろう、話すとしたら、見て、俺ちゃんゲームに出てるって。そうだね、デッドプールはね、本当にね、いろんなところに出てるし、なんかね、今映画やっぱり出たじゃん、映画出てたもんで、今いろんなところでコラボしてるみたい。なんだろう、そのオンラインゲームとかでもなんかデッドプールがなんか出てきてるっていうのは、ちょっとこの間 YouTube のなんか広告とかに出てきた気がする。だから本当にデッドプールもいろんなところで大暴れしてこうやるんだなって思って、だから、まあ、なんかちょっとそういうゲームもね、ちょっとやってみたいなとは思ってるんだよね、少し。
なんでまたちょっとね動画上がってればまたちょっとチェックしてください。まあちょっとどうしよう、こいつなんだっけな、ちょっと撃ってみるか。おお、無効貫通、こいつじゃあもう次のターンで無効貫通しましょう。仕方ない。うん、OK、 とりあえずこいつを使ってテノルですね。もう余裕だね、余裕すぎるぜ。そうで、あのデッドプールのあの映画見た時に、あのポップコーンとか買うのあるじゃないか、あれね買った時にね、あのドリンクホルダーっていうのがあって、あのそのドリンクホルダーデッドプールバージョンっていうのが売ってて、でそれめちゃくちゃね材質がいいんだよ。今手に取ってるんだけど、すごくよくできててさ、めちゃめちゃね、あの買ってよかったなっていうのがあります。で待って、一回でこのグルート使ってみるか。私はグルート。お、いいねいいねいいね、でめっちゃいい。で回復してくれるね、これは助かる。今ちょっとね HP 減らされてて、ちょっとこう少し不安があるところにグルートのこのスキルめちゃめちゃいい。あとはもうこれねぶっ放すだけでしょう。おっと、はい、じゃあこれでも最後ですね。そうですね、デッドプール&ウルヴァリンの映画2回見に行ったから、ね、もうめちゃめちゃ面白かったし、今回の方もクリアしました。ありがとうございます。さあ今回の X-Men コロシアムクリアしました。こちらもねまあまあじゃないかな、あの報酬の方は。で今回の、クリアタイムは、はい、こちら4分57秒ですね。まあ5分くらいでねこちらの、クリアができるよっていうところですね。で、早速こちらの方も見ていきたいなと思います。まあまあ報酬として X-Men コロシアム、これ報酬来てますよっていうのと、前回ちょっとね言い忘れたんですけど、アベンジャーズのこれもコロシアムをクリア報酬する、クリア報酬としてガシャが引けます。コミックカバーゲットしました。こちらね、この後見ていきましょう。はい、デッドプールウルドバディ、こちらのちょっと今日なんだろう、滑舌悪で、今回ゲットしたのがこちら X-Men コミックカバー、こちらゲットしたのと、あとこちらですね、デッドプール&ウルバリン、こちらの、コミックカバーもゲットしました。めちゃくちゃねこれめちゃ使えそうな、感じはします。はい、 X-Men コロシアムねこちらに、なります。まあ、PDC で出してるかなと思いますので、そちらでご確認ください。まあなかなか強いかなと思いました。こちらのグルーロケット&ベビーグルートね、編成に入れたのがまあ結構面白いかなと思いまして、まあ、なかなかね他のキャラをね使うとなると、もうマーベルキャラだけでやれないんだよね。全員ね偏ったねスキルとか偏った性能してるんで、まあちょっとこれはもう最後はまあノールディセ編成でねやっていきたいなと思っておりまして、で今回はこちらのデッドプール&ウルヴァリンの報酬のバージョンでねやりましたが、ガチャから出るバージョンでもね同じこの編成でねやれるので、これまだね X-Men コロシアムの、クリアできてない方、よかったらこちらの編成をね参考にしてもらえればいいかなと思います。じゃあ本日の、動画は以上になります。チャンネル登録と高評価の方をお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回のね動画やっていきたいなと思います。まあ、次ね何来るんだろうねコラボとか、まあ楽しみではありますが、今回はマーベルマジでありがとう、そしてデッドプール&ウルヴァリン、まだ見てない方は見に行った方がいいよ、めちゃくちゃ面白いんでね。じゃあ俺ちゃんバイバイだよ。